おっしゃー、リオロスです。それで本日も刀剣乱舞始めましょう。はい、さて前回担当キャンペーン始まったということで、これでね700をやったんですけども、札の連中がまあ今回はね不甲斐ないっていうか、札で来たことあったかな、今まであったっけ、どうだっけ、物資調達ですか、思い出せないぐらい、うん、なんですけども、私もこんなん買わずとも実力でやってやんよということで、今日はもう残りのねこの資源がどこまで残るか分かりませんが、もしかしたら、うん、何もなくなるかもしれませんがやれる限りやってみたいと思います。どうも皆さんね、うん、やっぱ10連担当になってもう一瞬でなくなっていくっていうねのがすごく恐ろしいっていうね、はい、状況らしいですけども、じゃあやっていきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、では早速やっていきましょうか。っていうか、一人ではない、みんな集まれー、わーいはーいってきました。まあ前回みたいにお札の人たちに、うん、一言かけることが何もないんで、まあガンガンいっちゃいたいと思います。はい、よろしくお願いします。一番少ないので59万、うん、玉鋼ですね。こいつが命尽きるまで頑張ろう。まあ、こっちが先かもしれないし、こっちが先かもしれないけど、じゃあやっていこう。ういうい、ういやー、そういえば時間が 3時20分でしたっけ。うん、あ、じゃあこれもう さよならすくも神の反応を確認。うえーい、担当完了しました。うえーい、やってくれんじゃねえか。あ、はい、ショートカッツ、はい、いつもの。じゃあ下行くぜ。もうここでいいよ、使用するでいいよ、うん、ゴー。7000だもんな、一発でなの。お、減る、ごっそり減った。で、新人さんが来た場合は早送りしてもちゃんとやーやー悪こさしてくれるらしいんで、早送り行くぜ。シャオラうじゃー、だんなのねん、ずん、あれ、うずん、一投目を見たい、うわー、ずん、あずん、俺は泉の神、金さだかっこよくて強い内方だ、ね、あ、山口さんもいるけど、大方は内方な。これ時間見れた方が楽しいか楽しいか、居に来るか、どっちだ。居に来るなこれ居に来るな、スクモ神の見ない方が多分、うん、居には来ないと思う、完了しましたと思うけど、どうすかね。もうだってもう絶対いないもんね、うん、おらーしゃー。いや、でも見たい。この瞬間にまだ、うん、ワンチャンみたいな。スクモ神の反応を確認。お、イニ3ダメージ完了しました。イニ3ダメージ、まずいなこれは。ちょっと待って、やっぱ札の人たちは実は仕事していたのでは、札の人たち、今さらながら彼らに謝りたい。いや、まだ始まったばかりだから。いや、これは担当完了しました。やっぱり梅ちゃんとか竹さんとか仕事していたのか。あ、仕事してた、臭いな、マジか。いや、でも時間せめて時間は楽しませようよ時間は楽しませる努力しようよ、皆さん。完了しました。担当要請の皆さんお願いしますわね。えやー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 マジで時間すらなんていうか楽しませてくれない。せめて時間でさ、もうちょっと喜ばせようと。え、刀剣もういっぱいだ、早いな。少々お待ちください。はい、お待たせしました。一つ気がついたんですけども、
うち資材なくなるよりこっちなくなる方が早いわ。こっちの方が多分あっさりなくなるわ。スクモ神まずいぞ。まずいぞ。完了しました。そんな罠があった。そんな、あ、千穂さんいる。ああ、キッコーさんもいる。あ、まあまあ、そういうチャンスも一応あるのか。まずいな、手伝い札がなくなるぞ。ほら、手伝い札がなくなるぞ。あと439しかできないでしょ。あっという間だな。あっという間だ、これは。いきます。よろしく。そっか、手伝い札もコツコツ集めてんだけど、3時間しか来ないんだが。スクモ神の反応どうなってる？なんか世の中にはこれのこの札なし自由連で3振りいっぺんに出した、超強運の持ち主もいらっしゃるそうなんですけども、強運だよね、そんなの。すごいよね。宝くじ買いに行った方がいいよね、その人は。今すぐ権限ポイントこれで500か。いやー、こっちの方が先なくなるな、これ。頼ます、頼ます。お前らちょっとあ、1時間来た、とうとう来た。いつかは来るだろうと思ったけど、なんだこれは。いや大丈夫、この中にもきっと吉光さんとかね、吉光さんとかいらっしゃれば。反応を確認、担当完了しました。吉光さん来たら、うん、叱ってあげる、叱ってあげるから、いらっしゃい、いらっしゃらない。めちゃくちゃ大和の国芸になってる。大和の神安さだ芸になってる。まずいですね。まずいよ。ちょ、まずいよ。おい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 、まずいよ。1時間半オールとうとう出してしまったよ。いけー、ね、3時間しか出ない。スクモ神の反応、あれ、札の皆さん仕事してたな。こうやって見ると札の皆さん仕事してたわ。してたー。まずい。あー、ちょ変なとこクリックしてしまった。文豪とアルケミストが始まるところだった。10連。もう私のおすすめのところに文豪とアルケミストとアンサンブルスターズかっこ女性向けってなってるけどね、はい、プレイしたことはない。いくぜ、10連ドン、いくぞ。3時間以上、あ、来た。3時間以上来た。一振り頑張れ頑張れ。5番頑張れ。いくぞお前ら。うわ、つくも神の反応を確認、頼むぞ。完了しました。5振り目ね。一振り。これ時間かかるか。まあでも今回は見ていこう、今回だけは見ていこう。俺はいい。2振り、3振り、4振り、次順番かな、順番通り、これ。さあ来い来い、オンオン、バジュラオン。おい、いや、ある意味驚きだわ。今度の主かな。ああ、いや、ありがたい、ありがたいよ。いつも札の皆さんがなんか方向性を間違えて来てくださる方だもんね、交流さんは。ありがとうございます。イエイイエイ。だが違うんだ、だが違うんだ、だがしかしなんだ。いくぞ、3時間20分いくぞ。まあでも初の3時間20分が交流さんで僕は嬉しいよ。スクモ神の反応を確認、嬉しいぜ。完了しました。いやー、札の皆さんやってたんだな。3時間20分結構ポツポツ見てたもんね、札の皆さんの時は。こんなに3時間20分ですら来なくなるっていうのは思っても見なかったよ。あー、やばい、手伝い札やばい。スクモ神の、もう言葉を失ってきた。担当完了しました。もう本当に言葉も失ってきた。ウェーイウェーイ。あ、ヘッシー助かる、ヘッシーは助かる。はい、じゃあまたちょっと本丸開けてきますね、少々お待ちを。
いやーまずいですね。このままだと千五さんと吉光さんと長曽根さんとヘッシーのランブを上げるゲームで終わってしまう。まずい。じゃあ行きましょう。ちなみにここまでで140連終わってます。140連か。まあまだまだっちゃまだまだかな。うん、じゃあ行きましょう。3時間20分頼むぜ。赤い驚きが欲しい。赤い驚き、え、2時間やっちまった。やっちまったよ。スカモ神の反応を確認。やっちまったぜ。担当完了しました。この10連担当何気に闇が深くないか。あ、キッコーさん、イエーイ。ピンク半分ピンク半分ピンクだが行くぜ、どんどん行くぜ。うわうわ、気合い入れろお前ら。3時間。スクモ神の反応を確認。もうどうしよう。完了しました。どうしよう。160連終わりました。どうしよう。あ、キッコーさんも来るな。あ、編集も来てる。やっぱりこの4振りのランプを上げるゲームになってきてる。お前らやってるかちゃんと。なんか5人ぐらい適当に打ってるだろう。10人いるから5人ぐらいねえ、結構気楽にやってない？大丈夫？頼むぜ本当に。ゴー。これいかないな。このままだといかないな。3時間。やばいやばいやばい。神の反応を確認。やばいやばいやばい。担当完了しました。マジか。ちょっと手伝い札と依頼札がもらえる。あれ生かすか遠征。基本的に小判がもらえる遠征に行かせてるんだけど、ちょっと遠征先変えるか。マジか。頼む。行くぜ。行け。行くんだ。行けお前ら。3時間20分よーし。4振り目だ。よし。4振り目な。スクモ神の反応を確認。ああ担当行くぞ。完了しました。やっぱ時間分かった方が来た時の感動はでかい。胃が痛いけど、そこまでの胃のダメージはでかいけど、来た時のワクワク感たまんねえ。ワクワク感たまんねえ。行くぞ。ふっふっふっし、はいはい、おい、よっしゃ。伊勢兵士の流れゆえ、お抜け丸、お参りました。やったぜ。火を枯らすなどお手の物。マジか。来たよ、絶対来ないと思ってた。正直なんだかんだ言いつつ絶対来てないと思ったけど、来たー、やったー。え、何年目だ。170か180ぐらいか。うん、継承で済んだよね。継承で済んだよね、これは。やったたーで、前回あれなんだっけ、これが結構いいポイント言ってたら、出てても5000までやっちゃうのもいいよねって言ってたけど、これはもうちょっと多分いけないわこれ。多分僕手伝い札足んない気がする。うん、ちょっとちゃんと計算はしてないけど、はい、まあなんとか無事に、はい、抜け丸さん迎えることができました。うん、じゃあちょっとお呼びに行きましょう。こん中入ってないよね。イベントじゃないからこん中じゃないよね。うん、じゃあ会いに行きましょう。いやー、ガチで来るとは思わなかったな。もうちょっとかかると思ってたけど、よかったよかった。はい、じゃあお呼びしましょう。あれ、ちょ、行くぞ。入れ替え、端っこ、はい。遊撃をお望みですか。遊撃？遊撃する方なの？立場を与えれば、うん、勝手に動かないと。勝手に動くの？勝手に動くの？元主が遊撃部隊だったのかな。扱いこなしてみせましょう。おお、あれ、思ったより雰囲気明るい方だな。扱いこなしてみせましょう。おお、実戦で役立てば良いのですが。おうおう、扱いこなしてみせましょう。もう一個扱いこなしてみせましょう。もう一個
似合っていますか。似合っていますか。なるほど。はい、金次金次。えい。ああ、なんかすごく赤なイメージあったけど、衣装は真っ白だね。うん。可愛らしさなどどこをつついても出てきません。可愛らしさ出てきません。なんだ、私は何を求めてつついたんだ。可愛らしさなどどこをつついても出てきません。どこをつついて、じゃあこの辺つついてみようか。カムロゆえ、うん、お許しいただきたい。お許し、はあ、可愛らしさなど可愛らしさなカムロゆえ心配ならば、うん、いっそ羽を積んでしまえば。羽を積む、羽を積んでしまえばいい。なんだなんだ、盗聴また重いのかな。あ、重い。あー、軽くなった。ん、あれ、ここじゃないの。端っこじゃないの。あれ、端じゃないの。え、ん、あれ、え、どこどこどこ、え、ん、え、ここなのあれ、ここなんだ、ここ抜けてたんだ。伊勢兵士総伝の太刀、はい、抜け丸と申します。あ、よろしくお願いします。自ら鞘より抜け出て大蛇を払った。あ、そういうこと。そう名付けられました。あ、それ以前は、うん、立てかけた胎児を一晩で枯らしたことから、ほう、小枯らしと。どういうこと。室町幕府でも随分と大事にされましたが、ああ、その後に、その後に何があったんだろう。いや、面白いな。みんな面白い逸話あるけど、この人また飛び抜けて面白いな。自ら鞘より抜け出たよ、とう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 抜け出ちゃったよ。ねえ、今まで何かしらぶつかったものが切れたっていうのはよく聞いたけど、うん、トンボしかり、小豆しかり、猫しかりそもそも鞘に入ってたのに出てきちゃったよ、この人すごい。しかもそこに大蛇がいるってじゃあ大蛇切り、大蛇丸とかかもだったかもしれないんだよね。大蛇切りとか蛇切りなんとかだった可能性もあるってことか。で、しかも小枯らし、立てかけていた大事を枯らしちゃう。昔の人は面白いな。うん、諸説あるんだろうな。ちょっと鶴さんみたいな、鶴が入ってるような気がするけど、衣装に。さっき飛んでっちゃうとか言ってたよな。うん、なんか関係あんのかな。何、どうなってんのちょっと待って、ちょっと待って。あ、そう、え、ん、ん、顔こっち向きで、足あっち向き、あれちょっと待って、アクロバティックすぎるでよくわからない。え、な、どうなって、え、ん、これ右手だよね。これ左手、あれちょっとどうなって、わかんないわかんないすごい体ひねってんね。いや、すごい人来たな。あ、で、太刀か、太刀だ。まあそうだね、太刀か。太刀だったら700の素材ってのは安い方じゃないか。いつも800とかだよね。はあ、はい、ようこそ。これは面白い方がいらっしゃいましたよ。うん、はいよかったよかったで、あと、そうだ、一個ちょっとやっときたいのがあって、よろずや、これもしばらくやってなかったけど、うん、あ、違う、よろずやじゃないな、ケイシか、ケイシからか。久々すぎて忘れてた。ケイシじゃない、ケイソウですね、ケイソウ。うん、ちょっと買ってあげたい一振りがいらっしゃいますので少々お待ちください。はい、
こちらの方です。はい、七星剣さんですね。だいぶインパクト変わるな、雰囲気変わるな。ほう、落ち着いたね。まあでもよく見ると後ろの髪はもうバッサバッサだけど、やっぱりちょっと待って、使用前使用後、使用前使用後見てみよう。はい、いやそうだよね、そうこうん、こう髪の毛の、うん、なんて言うんだろう、この存在感すごいもんな、やっぱりこの人は。でもだいぶ落ち着くな、やっぱり。はい、もうしょっちゅう、しょっちゅう着替えさせて申し訳ないけど、使用前使用後、はい、すっきりしましたねよかったよかった。はい、ではというわけで、今回はですね、無事、はい、新人さん、抜け丸さん、仲間にすることができました、迎えることができました。うん、ちょっと戦闘のあのアクロバティックがどうなってるかね、レベルを上げて、うん、見ていきたいと思いますので、それはまた次回ですかね。はい、では、ご視聴ありがとうございました。また次回も、よろしくお願いします。それではごきげんよう。いやー、札足んねー。また札貯めるゲームが始まるぜ。